皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年4月22日、19時後、佳子様へのメッセージということでですね、この間すずめの涙という、新海誠監督の、映画が、放送されていまして、まあいろんなシーンの中でいろいろ、まあまあこちらから提案した内容とか作っていただいてる部分はあるんですけど多分ね、未来からの時間軸で聞こえていて作ってる食事を作ってるシーンがあってそのね、スズメという女性の主人公といいましょうか、まあヒロインといいましょうか、何か食べ物を作ってもらってる時のそのスパゲッティだったと思うんですけども、ついついこちらの方でね考えたのが、その久しぶりにポテトチップス食べたいなと思ったんですよ。そしたらスパゲッティにポテトを入れ始めポテトサラダですよ、ポテトサラダのポテトサラダスパゲッティ入れ始めてでその時の多分他のそのスズメともう一人違うキャラクターがいるんですけども、まあある程度の年齢の女性の方なんですけども、その人がそれがもう、まあその人のセリフがそれ太るやつだって言ってるんですけどこちらがポテトチップスの会を考えたときもう今日こういう時間帯ですけど、もう19時今日はまあ晩ご飯をこう買いに行ったときにポテトチップスを買おうかなと思うかなちょっと思い出したんで、まあ箸休めと言いましょうか、息抜きと言いましょうか、ちょっと沈黙を深めちょっと面白い話もしといた方がいいかなと、まあ リラックスすることも込みで、こういう動画を撮影しました。だからね、だからアニメのいろんなシーンとかで、未来の時間軸で僕は伝えたというよりも考えたことなんですそれ伝わってしまってますから、まあ他のアニメでも僕からの提案で作ってもらってるアニメとかその辺のところ影響を受けてたところ結構あるかもしれないですね以上です。一応言っときますね、皆さんチャンネル登録と着信通知の設定と、まあよかったら淡井さんの動画、見といた方がいいよと、まあ真面目な話の方ですよ特に、まあそちらの方見ていただけたらなと思います。以上です。もうちょっとで3分33秒だったんですけども、ちょっとタイミング余計なことを喋ってるそのちょっとの少しずつのズレ、そこで多分3分33秒で多分揃ってたはずだと思うんですけど、以上です。